皆さん、こんにちは。AWS Blackbelt ラインセミナーのお時間になりました。本日はサービスカットのシリーズということで、AWS Batch というサービスにフォーカスしてご紹介していきたいと思います。早速ですが、自己紹介をさせてください。私、宮本大輔と申します。Amazon Web Services Japan 株式会社、 統括本部において、hpc のソリューションアーキテクトをしておりまして、普段はですね。クラウド上で hpc ハイパフォーマンスコンピューティングのような大きな計算を行うお客様の技術的な支援をさせていただいております。我々よくあの好きな aws サービスというのを書くんですけれども、私は特に aws パラレルクラスターのようなクラウド上に簡単に hpc のクラスター環境を構築できるソフトウェアです。とか amazon。 FSX4 ラスターのような分散ストレージのフルマネージドサービス、そういった HPC 関係のサービスですとか、少し変わったところでは、AWS Snowball シリーズというオンプレミスからクラウド上にストレージを郵送で送ることでデータを転送することができるサービス、そういったものを愛好しておりまして、自分でもいろいろ触ったりしております。 エーベースブラックベルトオンラインセミナーですが、こちらですね、サービス別、ソリューション別、業種別,別など様々なテーマに分かれて、Amazon Web Service Japan 株式会社が主催するオンラインセミナーになっております。<laughs> セミナー中に質問を書き込むこともできますので、もし不明な点などございましたら、ぜひご質問を書き込んでください。本日のセッション中にお答えできない場合は、後ほど我々のブログの方で回答させていただきます。 少しだけ注意点をご紹介させてください、えー。本資料では2019年9月11日時点でのサービス内容や価格についてご紹介しております。資料作成については十分注意しておりますが、もし資料内の価格や内容とウェブサイトの公式サイトの記載が異なる場合は、ウェブ公式ウェブサイトの記載が正となりますのでご了承ください。それでは本セミナーの概要です。<laughs> 本セミナーでは AWS Batch というサービスにフォーカスして l w s Batch の様々な機能をご紹介してまいります。その中で、まずはバッチコンピューティングとはそもそもどういったものか、そしてクラウドで実施する利点とは何か、さらに AWS は、AWS Batch とはどのようなサービスか、そしてどういう時に使用するべきか、そして a w s Batch の便利な使い方や利用例についてご紹介してまいります。 こちらの AWS バッチですね、2016年のリインベントで発表されたサービスになるんですけれども、そこから非常に機能もどん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 追加されてまいりまして、今では非常に使いやすいサービスとなっております。今回のブラックベルトでは、特にこういった追加機能についてフォーカスしてご紹介していければと思います。本セミナーの対象としましては、普段 HPC や機械学習、メディア処理などのバッチコンピューティングを すでに行われている方、または今後実施されようとされている方、そして AWS バッジを利用中の方、または利用を検討中の方を対象としております。ホスセッション、えー、やや難易度の高いセッションとなっておりまして、Amazon VPC や EC2、S3、ラムダなどの基本的な AWS のサービスについては、すでに知識があるということを前提としてお話しさせていただきます。その点、ご了承ください。 それでは本セミナーの概要から入りたいと思います。本セミナーでは最初に、まずバッチコンピューティングとはどういったものかというのをご紹介させていただき、バッチコンピューティングをクラウドで行うことでどういった利点があるのかというところをご紹介いたします。その後、AWS バッチの概要、利用時のアーキテクチャ、機能や活用方法、そして実際の利用例、 などについてご紹介してまいります。では早速、バッチコンピューティングとはというところに入っていきたいと思います。本セッション、AWS バッチにおけるバッチコンピューティングとは、シミュレーションなどの非常に負荷の高い計算を、主にですね、スーパーコンピューターやクラスターなどで順次実行していくような処理、 といったものを想定しております。具体的にはですね、まあ、製造設計の分野で CAE の分野などで最適化を行うためのパラメータ探索ですとか、金融商品のプライシングやリスク計算を行うためのモンテカルロシミュレーション、ゲノム分析などの大規模解析、3DCG のレンダリングや動画のエンコードなどのメディア処理といったものを想定しております。なぜこういった、えー ところから始まるかといいますと、一般的にですね、バッチ処理といったときには、主にですね、2種類のものがございます。一つ目、このちらの A で書かれている方ですけれども、定型業務におけるバッチ処理というものがございます。これは例えば、夜間バッチでバックアップを取るですとか、そういった事前にジョブの起動や順番を定義しておいて、ジョブネットなどで管理するような、そういったバッチ処理ですね。 ミドルウェアとしましては、JP1 ですとか、ヒ i n e m o s SOS 社のジョブスケジューラー、そういったものが使用されるものになります。AWS バッチでいうバッチとは、こちらの A ではないんですね。AWS バッチでいうバッチ処理とは、B で指しているような大規模計算におけるバッチ処理を指しております。こちらはスーパーコンピューターで行うような大規模科学計算ですとか、 先ほどと重なりますが、CG レンダリング、機械学習、ゲノム分析、そういったものになります。ミドルウェアとして使われるものは、SGE、トルク、オープンラバー、そういったものになります。AWS バッチでは、この B で指しているような大規模計算におけるバッチ処理といったものを非常に効率的に行うためのサービスになっております。 バッチ処理について説明させていただいたところで、まあ、なぜこういったバッチ処理が出てきたかというところについて簡単に触れていきたいと思います。もともとですね、今でもある程度はそうなんですが、コンピュータリソースというものは非常に高価でした。ここではまあクレイワンというスーパーコンピュータを出しておりますけれども、まあ、当時非常に高価だったわけですね。こういった高価なコンピュータリソースをいかに効率よく活用するかというところで出てきたのが、 バッチジョブのスケジューラーというものになります。こういったスーパーコンピューター、空き時間がありますと、どうしても無駄になってしまいますので、複数の人がですね、処理 A、処理 B と書いてありますが、ジョブをサブミットして、で、キュ,ーキューイングするんですね。そしてキューイングされたものを空いている場所に、どん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 ディスパッチという形で処理を割り当てていく。 このような仕組みを作ることで、貴重なコンピューティングリソースを有効に活用する。そういった役割で出てきたのが、バッチジョブのスケジューラーというものになります。このようなバッチジョブオンプレミス環境などでも多く行われているかと思いますが、オンプレミス環境でのバッチコンピューティングには、同時にいくつかの課題もございます。一番大きいのが、リソースがどうしても限られているため、 多くの人がですね、同時にジョブを投入しますと、待ち時間がどうしても長くなりますと。これ、特にですね、例えば何らかの締め切りの前ですとか、学会前ですとか、そういう時は、どうしても皆さん利用したくなりますので、どん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 ジョブが溜まっていって、投げて実行を終わるのが1週間後とか、そういったことが発生するわけですね。こういった問題の他にも、 事前に利用量を想定してマシン構成を考える必要があるですとか、多くのユーザーが利用するために、特にどのユーザーに便利ということではなくて、複数のユーザーが皆さん便利に使えるような構成を考えなければいけないですとか、数年ごとに更新が必要で、更新前にはアーキテクチャがどうしても古くなってしまっている。そういったこともございます。 またですね、台数がどうしても多くなるため、物理的な管理コストが高くなるといった問題もございます。こういった問題を解決することができるのが、マッチコンピューティングにおけるクラウド活用といったことになります。クラウドでは、必要に応じてリソースの量というのを変えることができるため、従来ではある一定期間の中のピークを予測して、 そこに合わせて、どうしても、コンピューターを用意する必要があったのが、その都度その都度、必要な量に合わせて、上下させることができる。そういった利点がございます。こういうときにですね、じゃあ、えっ、ー、と、リソースの量がですね、まあ、ずっと使われていたらいいのかと言いますと、必ずしもそういうわけではなく、リソースが100%常時使われているということは、その分、 待ち時間が大量に発生しているということでもあります。また、もう一つ重要な考え方としまして、クラウドではですね、クラウドの課金体系というものは基本的に、インスタンスの費用は時間かける台数といったもので決まってまいります。これはどういうことかといいますと、既存の処理、これが、えー 一台で一週間かかっていたとします。この処理を、例えば七台同時に使うことで、一日で終わらせることが可能になります。そして重要なポイントは、一台で一週間使ったとしても、七台で一日使ったとしても、AWS から課金されるコストは基本的には同一になるということです。つまりですね、 同じ計算をより早く、そして同じ価格で利用できることになるというのが、クラウドの非常に大きなメリットになります。クラウドでバッチコンピューティングを行う際の考え方について、もう少し詳しく見てまいりましょう。従来の環境であれば、クラスターの台数といったものは固定でした。これがクラウドになりますと、普段は、 管理ノードやストレージのみが存在している状態にすることができます。そして実際にジョブが投入されて、タスクを実行する必要が発生したときに、一気にグワッとインスタンスを増やして処理を行う。そして処理が終わったら、減らして、えー、最小限のノードだけにすることで、計算ノードの以外の、計算ノードの課金を停止することができる。 そういいったメリットがございます一旦ですね、AWS 上でバッチコンピューティングを行うときの利点についてまとめさせていただきます。一番重要なのは、必要なときに必要な量のリソースを重量課金で利用することができるというところです。これは複数のジョブを同時に実行することで、トータルのスループットを減らすということにもなりますし、 事前に需要を予測しなくとも必要な時に増減可能といったことにもなります。またですね、ユーザーに応じてその都度その都度必要なクラスターを組むことができますので、タスクに応じて必要な CPU コア数やメモリ量、GPU や FPGA の有無、ストレージ構成などをカスタマイズした環境を作ることが可能になります。また、常に最新の CPU を使用することができるですとか、 計算機の物理的管理の負担を減らすことができるというのも大きな利点となります。このような利点があるため、AWS 上でバッチコンピューティングをお客様利用されているお客様というのは非常に多岐にわたります。メディアやエンターテインメントの分野、ライフサイエンスの分野や、いわゆるインターネット企業、さらには、いわゆる科学,技術科学技術の研究分野、 そして CAE の分野などなどの様々な分野で使用されております。少しだけ詳しくご紹介しますと、例えば HGST 様ではハードディスクのドライブヘッドの設計で非常に多数のパラメータスタディを実行し、ピーク時では7万以上のコアを使用されております。またはフェルミラボではオンプレミスのクラスター環境に追加で AWS の環境をご利用いただき、 最大では5万8000コア。ノバルティス様では、化合物のスクリーニングの実行を行っていただき、多い時では9万 CPU コアをご利用いただいております。このように、およそ10万 CPU コアスケールであれば、クラウド上で非常に多くのお客様でご利用いただいている状況になっております。それでは、えー ここからですね、実際に AWS バッチのサービスの紹介に入っていきたいと思います。まずは概要です。ここまでですね、クラウドでバッチコンピューティングを行うと様々なメリットがあります。という紹介をしてまいりました。ですが、実際にこういった環境を作ろうと思うと、なかなか大変なんですね。これは例えば、そのジョブのキューイングと、 インスタンスの立ち上げ、立ち下げをどう統合していくかというところもありますし、それを管理するようなマスターノードをどのように立ち上げておくか、そしてそのマスターノードに障害が発生したときにどう対応するかなどなど、まあ、割と考えることは多いわけですね。そういったものをフルマネージドで提供し、非常に使いやすく提供するサービスがこちらの AWS バッジになります。 AWS バッ h 一言で言いますと、バッチコンピューティングのための環境をフルマネージドで提供するサービスとなります。AWS バッ h が、ジョブの Q に応じて、インスタンスの起動や停止を行うため、スケジューラーや計算ノードなどの管理が不要となります。そしてもう一つ大きな特徴としまして、ジョブは Docker のコンテナイメージをベースとして作成しますため、 自動でスケールするコンピューティング環境で実行することが可能になります。こちらですね、Docker のイメージを作る必要がございますので、ちょっとですね、とっつきづらい点というのもあるかと思いますが、その分、スケーラビリティを確保できるというものになっています。コンピューティング環境では、インスタンスタイプを指定するだけでなく、VCPU 数ですとか、スポット インスタンススタのの利用の有無そういまたですね、こちらの AWS バッジ、ご利用いただいて、実際にですね、100万 VCPU クラスの非常に大規模な計算を行っていらっしゃるお客様もいらっしゃいます。こちら、少々チューニングなどは必要なのですが、こういった非常に大規模な計算も AWS バッジで対応することが可能になっております。 AWS バッチの価格と利用可能リージョンです。AWS バッチのサービス自体の利用量は無料となっております。ただ、AWS バッチから実際に計算を行うときには EC2 インスタンスが起動されるんですが、こちらの起動された EC2 インスタンスについては課金が発生いたします。また、利用可能リージョンについては、現在非常に多くのリージョンでご利用が可能になっております。 こちらエイドベースバッチをご利用するメリットについてもう少し詳しく見ていきます。まず一番大きいのはバッチコンピューティングの環境がフルマネージドで提供されるということです。ジョブ Q の管理ですとかコンピューティング環境の増減。 またはジョブのタイムアウト、リトライといったところも AWS バッジでカバーすることが可能です。そして、インスタンスタイプだけでなく、あるジョブに対して必要な VCPU 数やメモリ量、GPU を指定できるため、非常にリソースを有効活用することが可能になっています。また、他の AWS サービスとの連携も多く可能になっております。 後ほど詳しくご紹介いたしますが、クラウドウォッチイベントですとか、ステップファンクションズ、クラウドトレール、こういったサービスとの連携が可能になっています。逆にですね、AWS バッジよりも他のサービスをご利用いただいた方が適しているケースというのももちろんございます。これは例えば、どうしても、例えばライ,ライセンスなどの理由なのでコンテナ化が難しい場合というものもあるかと思います。 こういった場合ですとか、SGE などの既存のスケジューラーで既にワークフローが組まれていて、ここからの移行が難しい場合というものもあるかと思います。こういった場合は、AWS パラレルクラスターをご利用いただくことで、SGE やトルクに対応したオートスケーリング可能な HPC 環境というのをクラウド上に簡単に構築することができますので、こちらのご利用をご検討ください。またですね、AWS バッジ、計算環境に EC2 インスタンスを利用しますので、どうしても起動には数分程度時間かかることがございます。ですので、一つのジョブが非常に短い場合、そういった場合は、ステップファンクションズやラムダなどのサーバーレス環境の利用をご検討ください。また最近では、S3 バッチと呼ばれる S3 に入っているオブジェクトに対して、リスト形式で様々な処理を行う S3 バッチというサービスもございますので、こちらの利用もご検討ください。 くださいまたですね、AWS バッジ、機械学習のトレーニングでご利用いただくことも可能なんですが、モデル設計や推論エンドポイントの提供など、そういったものを一気通貫で行いたい場合というのは、Amazon 政治メーカーと呼ばれる機械学習専用のサービスがございますので、こちらの利用をご検討いただくことをお勧めしております。 ここまで AWS バッジの概要についてご紹介してまいりました。ここからは実際に AWS バッジを利用する際のアーキテクチャについてご紹介していきたいと思います。AWS バッジをご利用いただく上で非常に重要な概念、AWS バッジの中の専門用語というのが4つございます。まずはこちらをご理解いただければと思います。そしてですね、 一般的な話にはなるのですが、コンタナレディストリとストレージといったものも、えー、AWS バッチご利用いただく上で重要になりますので、こちらについてもご紹介してまいります。それではまず、えー、ジョブ定義、ジョブ、ジョブ級、コンピューティング環境についてご紹介してまいります。<laughs> こちらが AWS バッチのアーキテクチャ図になります。ここではですね、 ジョブ定義と呼ばれるジョブのテンプレートからユーザーがジョブを生成してジョブ級にサブミットを行います。そうしますとジョブ2の中でコンテナのイメージが指定されておりますのでそのジョブはコンテナレジストリからコン,リコンテナイメージを引っ張ってきましてそしてジョブ級からコンピューティング環境にディスパッチされます。 このコンピューティング環境は、エラスティックコンテナーサービス ECS のクラスターを使用しております。こちらの ECS のクラスターの中でも特に EC2 インスタンスを内部的に使用しておりまして、この EC2 インスタンス上でコンテナが動くことになります。そしてもちろんコンテナは、コンテナの内部のストレージというものは基本的に使い捨てされるものになりますので、 実際の処理を行うデータは S3 や Elastic File System EFS 上に置くことになります。ですので、この EC2 上で動いているコンテナは最初に、例えば S3 などからデータを持ってきて、処理を行って、処理が終わったら S3 に書き戻すというのが AWS バッジをご利用いただくときの一般的なワークフローになります。こちら。 えー、ジョブ定義、ジョブ、ジョブ級、コンピューティング環境について、もう少し詳しく見ていきましょう。まずはジョブ定義です。こちらはジョブを作成する際のテンプレートになっております。パラメータとして様々なものが指定できるのですが、多くのパラメータはジョブの作成時にジョブの方で上書きすることが可能になっています。実際のパラメータ例としましては、 使用するコンテナのイメージですとか、コンテナで最初に実行されるコマンド、またはそのコマンドに渡されるパラメーターですね。そういったものを事前に定義しておくことが可能です。また、失敗した際、ジョブが失敗した際に何回リトライを行うか、ジョブが長時間動いている際にタイムアウトする秒数、そういったものも指定することが可能です。また、ジョブから S3 などにアクセスする際は、それ専用の i a m ロールやポリシーが必要になるのですが、そのジョブの指定する i a m ロールを指定することも可能になっています。また実際にコンピューティング環境で動かす際のパラメーターとしまして、そのジョブが必要とする VCPU 数、メモリ量、GPU の数、こういったものも指定することが可能です。 また後ほどもう少し詳しくご紹介いたしますが、マルチノードのジョブを行う場合は、こちらのジョブ定義で指定する必要がございます。次にジョブです。ここで指定するパラメーターとしましては、ジョブの元となるジョブ定義、そして投入先のジョブ級ですね。こういったものが最低限指定が必要なものになります。 また、ジョブ定義の上書きすることができるパラメータとしまして、コンテナイメージや実行コマンド、実行コマンドに渡されるパラメータ、リトライ回数やタイムアウト、そういったものですとか、要求 VCPU 数やメモリ、GPU 数といったものも上書きすることが可能です。また、後ほど詳しくご紹介しますが、ジョブ単発で実行するシングルジョブなのか、それとも複数の個ジョブを生成する配列ジョブなのか、といった ものやジョブのの依存関係とといっったものも指定すすることが可能になっております次にこのジョブが送信されるジョブ級です。これは投入されたジョブの待ち行列となる場所になっています。こちら実際に指定される、指定することができるパラメーターはそこまで多くなくてですね、実際にジョブが実行される、実行先のコンピューティング環境ですとか、 ジョブ級の優先度。これはですね、一つのコンピューティング環境に対して複数のジョブ級を指定することができるんですが、この時ですね、ジョブ級の優先度の高い方が優先的にスケジュールされることになります。次に非常に大事なコンピューティング環境ですね。こちら実際に計算を行う ECS のクラスターになっております。パラメータ例としましては、 自動的にスケーリングを行うマネージド環境、またはそちらもお客様の方で制御を行うアンマネージドの環境といったものも指定可能です。その他にもオプションになりますが、ユーザー独自の AMI ですとか、EC2 インスタンスの起動テンプレート、こういったものも指定することが可能です。また、実際に EC2 インスタンスを起動するときのオンデマンドインスタンスなのか、スポットインスタンスなのか、 ですとか、最小のコンピューティング環境で使用する最小の VCPU 数、そして最大の VCPU 数、そういったものも指定することが可能になります。こちら、最小 VCPU 数というものをゼロに指定していただくことで、ジョブがないときは、全く EC2 インスタンスが起動しない状況というものを作ることが可能です。また、最大 VCPU 数で絞ることで、この VCPU 数を超えたジョブが投入された場合は、 ジョブ級に保持される。そういった構成を作ることが可能です。そしてですね、非常に重要なのが、許可されたインスタンスタイプの設定です。こちらでは、コンピューティング環境で使用する EC2 インスタンスのインスタンスタイプを指定することが可能です。こちらでは、例えば C5XLarge のようなインスタンスタイプを直接指定することも可能ですし、C5Family のようなファミリーレベルで 指定することもできますし、オプティマルという選択をしていただきますと、M4, C4, R3 の中から適したものが選択されるといった環境にすることも可能です。また、こちらのコンピューティング環境を動かすネットワーク環境も指定することができます。VPC やサブネット、セキュリティグループ、 そしてインスタンス関数の通信のレイテンシーを低減するプレイスメントグループといったものも指定することができます。ここまでジョブ定義、ジョブ、ジョブ級コンピューティング環境といったものについてご紹介してまいりました。あとは AWS バ,バッチに限った話ではないんですが、コンテナレジストリとストレージについてもご紹介してまいります。コンテナレジストリは Docker コンテナのイメージ置き場となります。 こちらでは AWS が提供している Elastic Container Registry ECR のほか一般的に用いられる Docker Hub も利用することが可能です。その他にも NVIDIA GPU Cloud などのサードパーティーのレジストリーも指定することができます。次にストレージです。コンテナの中のストレージは基本的には一過性のものとして利用をください。 そのため、実際に永続化が必要なデータとしましては、S3 ですとか、Elastic File System、EFS に置くことを置いていただければと思います。ですので、一般的な流れとしましては、処理対象のデータを一旦コピーして、処理が終わったら書き戻すですとか、e、EFS であれば NFS でマウントすることができますので、そちらを直接処理を行う。そういった流れになるかと思います。 それではここまで AWS バッチのアーキテクチャについてご紹介してまいりました。ユーザーがジョブ定義からジョブを生成し、ジョブ級に投入いたします。投入されたジョブはコンテナレジストリからコンテナイメージを引っ張ってきまして、実際にコンピューティング環境である ECS のクラスター上の EC2 インスタンス上でコンテナが動作いたします。そして外部のストレージからデータを持ってきて、 処理を行い、処理が終われば、また外部のストレージに書き戻す。これが AWS Batch をご利用いただくときの一般的な流れとなります。ここまでが AWS Batch の基礎的なお話となります。ここからは AWS Batch の機能と活用方法としまして、非常に便利な機能ですとか、 デザインパターンについてご紹介していきたいと思います。まずは AWS バッチの機能ですね。ここでさまざまあ、様々な AWS バッチの機能をご紹介するんですが、必ずしもこういった機能を使わなければいけないというものではございません。一応ですね、目を通していただいて、こういうものを使えると便利そうだなということがあれば、ぜひご利用いただければと思います。 まず AWS バッチにおけるジョブ状態の遷移についてご紹介いたします。実際に投入されたジョブは、まず Submitted ッッという状態になり、そこから Pending を経由しつつ、ランナブルといった状態になります。ここで実際に EC2 インスタンスなどのコンテナを実行する環境が整いますと、ランナブルからスターティングに移行し、そしてランニングに変化いたします。 そしてランニングの状態で処理が行われ、その処理結果が成功か失敗かによってサクシーデッ d あとはフェイルドといった状態に遷移いたします。これらのジョブの状態変化というものは Amazon SNS といったサービスで通知を行うことが可能です。ですので Amazon SNS を経由して、例えばですね、Slack などのサービスに通知を行ったり、 ラムダを起動して何か失敗時の処理を行ったり、そういったことが可能になっております。また、一つご注意いただきたいのが、EC2 インスタンス起動を待っている状態はランナブルという状態で止まるのですが、万が一ですね、ジョブの要求しているリソースが指定されたコンピューティング環境に含まれない場合、という場合は、EC2 環境が上がらず、ランナブルのまま、 止まることになります。こちらのですね、下の URL ご参照いただきますと、こういったときにチェックしていただきたい項目の記載がございますので、ぜひですね、エランナブルから進まないといった問題に遭遇した場合は、こういったところをチェックしていただければと思います。次に、配列ジョブとジョブ依存関係という機能についてご紹介いたします。 配列ジョブは1回のジョブ投入で複数の子ジョブ、チャイルドジョブですね、を作成することができる機能になります。この右の上の図を見ていただきますと、ジョブ A を投入していたときに、ジョブ A の0からジョブ A の99まで100個の子ジョブが生成されている例になります。この子ジョブでは、AWS バッチジョブアレインデックスという環境変数によって、自分 の配列インデックスをして取得することが可能になります。ですので、100個の個ジョブを起動して、それぞれの個ジョブで配列インデックスによって処理を分けるといったことが可能になっています。また、ジョブの依存関係といったものを定義することも可能です。こちら、右の図は非常にシンプルな例なんですが、ジョブ B はジョブ A に依存しています。 という定義を行っていただくことで、ジョブ A が終了したことを検出して、ジョブ B がスタートする。そういった処理を行うことが可能です。この配列ジョブとジョブ依存関係を組み合わせることで、様々なジョブパターンを作ることが可能になります。こちら、あくまでも一例なんですが、3種類ご紹介させてください。最初、集約パターンですね。 例えば、0番から100番までの、0番から99番までの100個のファイルを同時に処理する必要があって、その処理した結果を、結果から一番良かったものを取り出したい。そういった時に使えるパターンですね。まず、ジョブ A で配列ジョブを実行し、それぞれのファイルについて処理を行った後、ジョブ A に依存しているジョブ B で、その結果を集約して一番良かったものを選び出す。そういったパターンになります。 2番目真ん中のパターンは前処理パターンです。最初に全てのファイルをチェックするようなジョブ A を実行して、その後にジョブ B を配列ジョブとして全てのファイルに対して処理を行う。こういったパターンも可能です。3番目がシーケンシャルパターン。これは若干ちょっと違うパターンになるんですけれども、配列ジョブの中の依存関係を定義することも可能です。 この場合は、ジョブの0番から99番まで順番に実行されることになります。こういったものも、マネジメントコンソールや API 上から簡単にジョブの定義として行うことが可能です。そして今までジョブの話をしてきましたので、ジョブやコンピューティング環境のチップスについて一旦ご紹介させてください。まずジョブでは、 ジョブの再試行回数やタイムアウトの秒数といったものを指定することを推奨しております。特にタイムアウトはですね、最初はこちらの機能をなく、最近追加されたものになるんですが、こちら指定しておりないと、もし何らかの理由でジョブが終了しなかった場合に、ずっとインスタンスが動き続け課金が発生してしまうことになります。ですので、タイムアウトを指定することで、万が一異常な ことで、コンテナが終了しなかったとしても、ちゃんと終了することができるような設定が可能になります。コンピューティング環境に入りたいと思います。コンピューティング環境では、マネージドやアンマネージドなどが指定可能ですが、通常は特段の理由がない場合は、マネージド環境をご利用ください。またですね、インスタンスタイプには、ファミリー単位で指定することで、 ジョブが要求する VCPU 数やメモリ量に応じて適したものが使用されますので、できるだけですね、幅広く指定していただくことをお勧めしております。特にですね、複数のインスタンスファミリーやオプティマル設定、これは M4, C4, R3 を含んだものになりますが、を指定していただくことで、より柔軟なコンピューティング環境といったものを作ることが可能です。また、 コンピューティング環境のネットワーク設定では複数のサブネット、アバイラビリティゾーンを指定することが可能になるのですが、こちらですね、特段理由がない場合は複数のアバイラビリティゾーンを指定していただくことで、万が一どこかのアバイラビリティゾーンで障害が発生したとしても、このジョブ環境自体は維持することができるような障害に強い構成とすることが可能になります。 また VCPU 数の指定としましては、最小 VCPU 数を0にしていただくことで、使わないときはインスタンスが上がらないという非常にリーズナブルな構成にすることができます。ただですね、最初にジョブが投入されたときに EC2 インスタンスが起動するまで若干時間がかかりますので、ここを早くしたいという場合は、ある程度の VCPU 数を指定していただくことで、一定時間、一定数のインスタンスが常時起動しているという設定にすることも可能です。 またですね、EC2 ラウンチテンプレート、EC2 起動テンプレートでは、コンピューティング環境では直接指定できないような、より細かいインスタンスの設定が可能になっています。これは例えばですね、初期設定を行うためのユーザーデータ設定ですとか、EBS の容量、そういったものも起動テンプレートから指定することが可能になりますので、より細かい指定がしたい場合は、こういったものをご利用ください。 次にセキュリティ関係の機能に入りたいと思います。一般的にですね、AWS バッチに限らず、AWS の様々な API、IAM ポリシーをユーザーやロールに付与することで実行できる API を制限することが可能ですが、AWS のバッチの API につきましては、より AWS バッチに特化した細かい設定が可能になっております。これは例えばコンテナ内で 実行するポジックスユーザーを制限したりですとか、ジョブで利用することができるコンテナイメージ、コンテナレジストリを制限したり、そういったことも IAM ポリシー内で記述することが可能です。またですね、AWS バッジによって起動されるジョブの実行するコンテナ、こちらに対して IAM のロールを設定することも可能です。 特定の S3 バケットへのアクセスが必要な場合はこちらの IAM ロールに必要最低限の IAM ポリシーを付与して実行することを推奨しておりますまたは3番目になりますがジョブの投入などの API の呼び出しはクラウドトレイルに記録されますので発見的統制などの場合はこちらもご活用ください AWS バッチの機能、最後になるんですけども、ちょっと応用編としまして、マルチノード並列ジョブというものをご紹介させてください。こちらは、複数のコンテナ間で通信を行って、並列に処理を行うジョブになります。こちら、一般的には、MPI などの通信ライブラリを用いて、並列処理を行うことになります。こちら、いくつか注意点がございます。マルチノードの有効化については、ジョブではなく、ジョブ定義での のみ可能です。また、えー、VCPU レベルではなくインスタンスタイプは固定になります。また、スポットインスタンスも利用することができません。逆にですね、こちらのマルチノード並列ジョブの並列効率を向上するための方法としまして、クラスタープレイスメントグループですとか、EFA、エラスティックファブリックアダプターという低入れインテンシーを実現するためのネットワークアダプター、こういったものは利用可能になっております。 ただですね、一番ご注意いただきたいのは、マルチノード並列ジョブ、こちらを実行することで、一つのジョブを並列に行うことができます。それによって、一つのジョブの実行時間は短縮可能なんですが、逆にこういったジョブを大量に実行する場合は、どうしてもですね、アムダールの法則によって、実行効率が低下してしまうことになりますので、こういった場合は、マルチノード並列ジョブを使わずに、 単純にジョブ並列で行っていただいた方が価格性の比的には良、えー、くなることもございますので、このあたりご注意いただければと思います。次に AWS バッチの活用方法としまして、AWS バッチを利用するときに使えるデザインパターンをいくつかご紹介していきたいと思います。まず、ジョブ投入の方法ですね。 ジョブ投入の方法。非常にシンプルといえばシンプルな、例えばユーザーがマネジメントコンソールからジョブを投入するですとか、または CLI のコマンドからジョブを投入するといったことももちろん可能です。ですが、これ以外にも、いくつかですね、ABS バッチをご利用いただく上で非常に便利な方法というものがございます。例えば真ん中の例、あるファイルが S3 のバケットにアップロードされたことを検知して、それをトリガーにラムダを起動します。そしてそのラムダの中で API を経由してジョブを投入する。こういったフローを作ることも可能です。こうしますと、ファイルがアップサロードされたことをトリガーに、そのファイルを処理することができる。そういったワークフローを自動で行うことができるようになります。 また下の例としましては、クラウドウォッチイベントを使うことで、決められた時刻にジョブを投入するということも可能です。クラウドウォッチイベントでは、決められた時刻にイベントを発行することができます。このイベントのターゲットとして、AWS バッチを直接指定することが可能です。これにより、ある決められた時刻、例えば深夜2時とかに、この処理をまとめて行いたいといったときは、 こちらのパターンを使っていただくことが可能です。次に非常に重要なスポットインスタンスの活用についてご紹介いたします。AWS のようなバッチのようなバッチ処理はスポットインスタンスをご利用していただくことで非常にコスト効率よく実行することが可能です。そもそもス,トップスポットインスタンスとなのは何 何かと言いますと、オンデマンドインスタンスに比べて非常に安価に利用できるインスタンスの利用方法でして、こちらどういったものかと言いますと、AWS の空いているリソースに対して、直でご利用いただくことができるようなものになっております。ただ注意点としましては、どうしてもですね、空いているリソースを利用することになりますので、空きが少なくなってきますと。 利用中にこのスポットインスタンス中断が発生することがございます。その場合はインスタンスがターミネートされてしまいます。その代わり非常に安くご利用いただけるということになっております。こちらのスポットインスタンスですね、AWS バッチで活用いただくときの、えー、注意していただきたいポイントというのがいくつかございます。まず第一はコンピューティング環境で インスタンスタイプを幅広く指定していただくということですね。例えば、あるインスタンスタイプは非常に混雑しているけれども、あるインスタンスタイプは空いている。そういったことが起こり得ます。そういった場合、幅広くインスタンスタイプを指定していただくことで、よりスポットインスタンスが起動しやすくなります。またですね、先ほどもご紹介しましたが、AWS バッチでは、ジョブに再試行回数というものを指定することができますので、 こちらを指定していただくことで、万が一スポットインスタンスが中断したとしても、自動で再実行するような、そういった環境を作ることが可能です。ただ、この時ですね、どうしても再実行という形になってしまいます。こういう時にお勧めしたいのは、一つの処理対応を短く終わるようにして、万が一再実行されたとしても、ロスが小さくなるようにするというのが一つの戦略です。 もう一つの戦略は、再実行された際に、どこまで進んだかというのを最初にチェックして、終わったところから続きを始めるというチェックポイント方式でジョブを作成していただくと、より効率よくスポットインスタンスを活用することが可能です。あともう一つ、こちらはスポットインスタンス全般の話になるのですが、スポットインスタンスですね、リージョンによって価格も異なります。ですので、東京リージョンにこだわらず、スポットイン インスタンスの価格の安いリージョンを主張していただくことで、よりコスト効果を高めることも可能です。また、若干複雑な例になるんですが、えー、複数のワーフワークフローと組み合わせることで、オンデマンドインスタンスとスポットインスタンスを組み合わせで使うことも可能です。例えば、左側の例では、スポット用のジョブーとオンデマンド用のジョブーを事前に作成しておきまして、通常のジョブはョえスポット用のジョブーに投入して、 どうしても早く終わらせる必要がある優先度の高いジョブについてはオンデマンド用のジョブ級に投入する。こういった構成を組むことも可能です。または右側の例としましては、まずすべてスポット用のジョブ級に投入するんですが、万が一スポット用のジョブ級で、スポット用のコンピューティング環境でジョブの失敗が発生しましたら、そのジョブの失敗を SNS に通知して、それをトリガーにラムダを起動。それをベースに ラムダが改めてジョブを投入してオンデマンド用のコンピューティング環境で処理を行う。そういった構成をする取ることも可能です。右側のような構成を取る場合というのは、スポットインスタンスが中断される場合というのは、やはりどうしても再度スポットインスタンスを取得しづらい環境にあると想定されます。そういった場合にオンデマンド用のコンピューティング環境に切り替えることができる。そういった構成になっております。 次に AWS バッ h をご利用いただく場合のストレージの選択について少し詳しくご紹介したいと思います。何度かご紹介しておりますようにコンテナのイメージ内はあくまでも一次領域として使用し永続化する必要のあるデータについては他のストレージサービスと連携してご利用いただくことを推奨しております。この時ですね、ジョブは同時に複数走ることがございますので 適したパフォーマンスのストレージを選択する必要がございます。この時、まず最初に検討いただきたいのは S3 です。こちら非常にスケーラブルなパフォーマンス特性を持っておりますので、コンテナがどん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 増えていったとしても、ある程度対応することが可能になっています。ただ注意点としましては、コンテナから直接 S3 をマウントするということはできません。ですので、 一旦ファイルをローカルにコピーして処理を行い、処理が終わったら S3 に書き出す。そういったワークフローを記述していただく必要がございます。またですね、S3 のパフォーマンス特性としまして、小さいファイルが大量にある場合というのは、転送に非常に時間がかかりますので、事前に圧縮を行っておいて、圧縮を行ったファイルをコピーする。そういった構成を組んでいただくことで、 より高いパフォーマンスを得ることが可能です。また EFS こちらをご利用いただくと NFS 互換のファイルシステムになっておりますのでマウントして直接処理を行うことが可能ですただこの時ですね EFS のパフォーマンスは利用している EFS のストレージ容量に依存するため特に利用の初期ですね使用している容量が少ない場合はパフォーマンスが出づらいものになっておりますのでこのあたりご注意ください EFS は起動テンプレート内のユーザーデータでマウント処理を行うことが可能になっています。そしてですね、もう一つ選択肢がございます。FSX4 ラスターです。こちらはラスターという専用形式にはなるのですが、NFS など同様をファイルシステムにマウントして利用することが可能です。こちら分散ファイルシステムになっておりますので、 非常に高いスルーフットに対応できる上、FSX4 s t e r は S3 とのインポート・エクスポートを用いた連携に対応しておりますため、元となるデータは S3 に置いた上で、FSX4 s t e r をキャッシュのような形で利用することが可能になっています。ただ注意点としましては、FSX4 s t e r 専用のクライアントが必要なため、6GAMI を制作,制作して、起動テンプレート内のユーザーデータでマウントする。 そういったちょっと手間がかかるというのが FSX4 ラスターを利用する場合の注意点となります。次にコンテナイメージ作成の自動化です。こちらは一般的なコンテナイメージ作成と同様のお話にはなるんですが、コードシリーズ、ここではコードパイプライン、コードコミット、コードビルドですね。こういったものを使っていただくことで、Docker 用の Docker ファイルですね。 こちらを更新した際に、Docker ファイルの更新を Git でプッシュ、コードコミットにプッシュしたのを取りガーに、Elastic Container Registry へのイメージの登録、こちらまでを自動で行うようなワークフローというのも組むことが可能です。ですので、コンテナのイメージ更新が頻繁に行われる場合は、こういった自動化のフローというものを事前に作っておきますと、非常にスムーズな ジョブの実行が可能になるかと思います。こちらのセクションの最後になります。複雑なジョブワークフローを作成です。先ほど配列ジョブやジョブ依存関係などで様々なジョブパターンを作成可能であるということをお伝えしましたが、場合によってはですね、より複雑なワークフローを作りたいということもあるかと思います。こういった場合、 ワークフローを管理することができるサービスである AWS Step Functions。こちらのサービスが AWS バッ h に対応しております。ですので、AWS Step Functions 側からジョブのステート、ランニングですとか、ランナブルですとか、成功か失敗、そういったジョブの状態を管理して、より複雑なワークフローを作ることも可能です。 例えばですね、ジョブの状態というのを定期的にチェックして、例えばランナムルのままで1時間変化なかった。そういった場合にキャンセルしたりですとか通知を行う。そういったフローを作ることも可能ですし、事前にステップファンクションズやラムダも管理することができますので、ラムダで処理対象のファイルをリストアップした上で配列ジョブの数を決める。そういった構成を組むことも可能です。 また特にですね、ゲノム分析などでは非常に複雑な前処理のパターンが必要となってきますので、こういったものもステップファンクションズで記述することが可能です。ゲノム分析で利用した場合のステップファンクションズの例につきましては、下の URL でブログがございますので、ぜひこちらもご参照ください。それでは最後のパートに入りたいと思います。 AWS バッチの利用例です。まず最初の例としては、しましてはメディア処理になります。メディア処理につきましては、エレメンタル、メディアサービシーズといったフルマネージドのサービスもございますが、こちらで対応していないものについては、AWS バッチを用いてジョブ、えーバえー、バッチ処理を行うことが可能です。こちらではですね、えー、AWS バッチの ジョブでは GPU の数というものを指定することが可能になっています。ですので P3 ですとか P2G3 といった GPU を持っているファミリーをレベルで指定しましてどの種類でもいいのでとにかく1枚 GPU が欲しいといったジョブを作成することが可能です。これによりスポットインスタンスとさらに組み合わせることでコスト効率の良い GPU 処理を行うことが可能です。 次にゲノム分析基盤での使用例です。こちらですね、先ほどご紹介したように、ステップファンクションズでワークフローを記述することも可能ですが、NEXT Flow ですとか、Chromewell、こういったゲノム分析分野で使用されるワークフローツールですね、こういったものが実は AWS バッチに対応しております。ですので、ワークフローの中の一部分を AWS バッチ上で実行することが可能です。またですね、AWS バッチ、 使用するインスタンスタイプに FPGA を含んだ F1 ファミリーを指定することも可能です。ここではですね、エノン分析で専用で行利用されるイルミナのドラジェンといったものを FPGA 上で動かして AWS バッチで利用する。こういったことも可能になっております。またこちらは若干応用例となりますが、先ほどご紹介しましたように、 マルチノードでの並列ジョブを行うことも可能です。分子通り技学シミュレーションのような非常に処理の重たいプログラムですね。こういったものを MPI 並列で行うことで、一ジョブの時間を短縮しつつ、パラメータ探索のような非常に大量のジョブを実行する。そういったことも可能です。最後に機械学習基盤の例になります。 こちらの例では、イメージネットデータ,データセットの学習を P316X ラージ20台という非常に大規模な環境で実行しております。こちらですね、TensorFlow などのコンテナを利用することで、非常に簡単に AWS バッジを用いて、マルチノードでの実行をすることが可能になっています。この時特にですね、どうしても大規模に実行するとストレージがボトルネックになりやすいので、FSX4 ラスターをご利用いただくことで、 非常にスケールするような環境ができたという事例になっております。今回ご紹介した事例ですね、いずれも AWS のブログ上で非常に詳しくご紹介されておりますので、さらに詳しい情報が知りたい方は、ぜひそちらの方もアクセスしてください。はい。それでは、本日のセッションまとめに入りたいと思います。AWS バッジをご利用いただくことで、クラウド上にスケーラブルかつフルマネージドなな バッチコンンピューティング環境を簡単に作成すす。ることが可能ですまた単純なジョブだけでなく配列ジョブや依存関係の設定、ステップファンクションズ、サードパーティーのソフトウェアなどさまざまなものが利用可能でして、多種多様なワークフローを AWS バッジ上で行うことが可能です。また特にさまざまな機能がございますが、スポットインスタンスを有効活用していただくことで大規模な処理を コスト効率よく計算することができます、まあ、こういった利点ありますので、えー、設計におけるパラメータ探索やゲノム分析、機械学習、メディア処理など、様々なワークロードでこちらの AWS バッジご利用していただくことが可能となりますので、ぜひ皆さんのですね、えー、バッジ処理、こちらの AWS バッジをご利用して、非常に大規模なところまでスケールするようなものを、スケーラブルかつフルマネージドで ぜひ実行していいただけれればと思まますすこちら資料後ほどアップロードされます参考資料には LOS バッジを利用した例などが掲載しておりますので、より詳しくしよ知りたい方は、ぜひこちらを参照してください。はいえー、本日ですね、お時間となりましたので、えー、お答えできないご質問につきましては、後日、ブログの方でご紹介させていただきます。 またですね、えー、本日、ブラックベルトとのオンラインセミナー、えー、終了しますと、アンケートの画面が出てまいります。ですので、ぜひあの、そちらのアンケートもご回答いただければと思います。また、えー、AWS バッチ、ブラックベルトオンラインセミナーですね、本日はこの、えー、今月はこの後、24日と25日に AI サービスやファーゲットといったものについてご紹介いたしますので、こちらもぜひ、 ご視聴いただければと思います。はい。それではお時間となりましたので、本日は、ブラックベルトオンラインセミナー AWS バッジご視聴ありがとうございました。